回は2022年4月に購入した紙漫画23冊を一挙に紹介します。1冊目シャングリラフロンティア8巻を購入。クソゲーハンターたちがオンライン神ゲーシャンフロの攻略を目指していく漫画。8巻では金悟りとのバトル、そしてシャンフロではない別のゲームネフィリムホローでのロボットバトルを描いていました。この後主人公がネフィリムホロー内のプレイヤーからシャンフロの攻略情報を聞き出す展開になるみたい。2冊目呪術廻戦19巻を購入。死滅回遊編盛り上がっています。19巻では主人公の虎杖 VS 正義感の強い弁護士ヒグルマ、虎杖の同級生伏黒 VS 卑劣な手を使うレジー一派、この2つの戦いをメインに描いていました。作者のブリーチリスペクト嘘だろって思うくらいにハンターハンター感が溢れていてすごい濃密な1冊でした。3冊目君が獣になる前に2巻を購入。この漫画の冒頭で毒ガステロが発生します。この毒ガステロの実行犯は主人公の幼なじみ。この漫画は主人公がタイムリープを繰り返して毒ガステロを止めるって漫画。東京リベンジャーズとブラッディマンディを足して2で割ったような漫画です。4から14冊目チェンソーマン1から11巻全巻を大人買いしちゃいました。この漫画はチェンソーの悪魔の力を使って主人公が悪魔と戦っていく漫画。チェンソーマンの第1部考案編は11巻で完結。第2部学園編は2022年夏からジャンププラスで連載予定、そしてテレビアニメが2022年から放送予定となっています。今年は間違いなくチェンソーマンの年ですね。ストーリー序盤よりも後半の方が個人的には好きです。後半の展開はマジですごいから序盤で読むの脱落してしまった方もう一度読んでみませんか。15冊目おとぎぶっ殺しやむ4巻を購入。裏おとぎ話の登場人物白雪姫や3匹の小豚やヘンゼルとグレーテルなどが優勝商品誰か一人を生き返らせる権利目指して1対1のバトルトーナメントを勝ち進んでいく漫画。4巻では新キャラアトランティス13姉妹末娘アリエル、魔人トレーナーアラジン、ネバーランドの人食い妖精ピーターパンなどが登場して世界観を大いに盛り上げてくれました。16冊目魔女大戦3巻を購入。古今東西の魔女モナリザや紫式部やナイチンゲールなどが魔女千夜決戦ワルブルギスと呼ばれるバトルトーナメントを戦っていくバトル漫画。優勝商品は願いを一つ叶えられる権利。3巻ではですね火の巫女の名を持つ日本原初の王卑弥呼、そして圧倒的な美により国を守り国民を惑わせた人類史上一番美しいと言われた魔女クレオパトラ、この2名の戦いが幕を開けました。今後に注目です。17冊目ダーウィン。この漫画ではイーロンマスクやテスラみたいな圧倒的資産家や巨大企業を狙ったテロがたくさん発生していて警察である主人公がその犯人を捕まえるために動くっていうのがこの漫画のストーリー。テロの首謀者の目的は強制的な富の再分配。この資本主義の社会において一部の人間一部の大企業のみが莫大なお金を持っているのは社会的に不公平である。だから社員への還元や貧困層などへの寄付に利益を使わない資本家や企業は悪とみなされてテロを受けるんですよ。法律的に悪いのはもちろんテロリスト、でも完全に世論はテロリスト支援。この意味不明な環境の中で主人公は犯人逮捕に向かって頑張っていきます。18冊目そのビスクドールは恋をする9巻を購入。コスプレに青春をかける高校生の漫画。9巻で主人公たちはコスプレイヤーだけではなく剣とか鎧などの小物を作る造形師と呼ばれる方と交流を深めていました。この漫画さ表紙だけ見るとただの軽いラブコメなのかなって思う人多いと思うんだ。でも違う。コスプレにリアリティを追求する主人公たちの研究心、そしてコスプレに起きる自分自身との戦い、キセコイはこの2つを濃密に描いた純文学作品なんですよ。19から22冊目満州アヘンスクワット。5から8巻購入。アヘンを製造して中国からの脱出を目指す漫画。でもすま、まだ読んでないんだよね。4巻まとめて買ったから一気読みしようと思ってたら時間が取れなかった。だが一つ言えることがある、この漫画は面白い。23冊目カモのネギには毒がある。カモ教授の人間経済学講義1巻を購入。皆さん騙されてはいけません。この漫画は経済学漫画ではなく経済学と心理学を利用して詐欺師からお金を騙し取る詐欺漫画です。この漫画の原作はヤマビー主演ドラマでも話題になったクロサギや正直不動産の原作でもある夏原武史先生。作画を務めるのはワンナウツやライアーゲームでおなじみの海谷忍先生。漫画界のブレイン2大巨頭が手を組んで作り出しているのがハモのネギには毒がある、コンフィデンスマンス JP や掛け狂いのような頭脳戦やギャンブルやコーンゲームが好きな人はこの漫画必ず読んでください。絶対に損はさせません。次に重要情報を言います。ワンチャンあると思ったけどダメだったわ。今月もドリフターズ7巻は発売されませんでした。平野浩太先生に早くドリフターズ書かせてください。ヤングキングアワーズさんよろしくお願いしますよ。ヤングキングアワーズさん、最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。